ということで、ようやくアナウンスが終わりまして、ほぼほぼ真っ暗です。何も映ってないことと思います。もう僕、堺で出た時に車掌さんに検察もしてもらいまして、で、シャワーカードも堺で乗車と同時にゲットしました。ちなみにサンライズ出雲との連結を確認して車内へ戻った時にですね、シャワーカードを確認しに行ったら、もうすでに売り切れてました。やっぱりね、乗車と同時にシャワーカードゲット、基本でございます。ということで、シャワー室空いている時にシャワー行って、で、もう検察も終わってるんで、この後少しゴソゴソしますけれども、もう寝ちゃおうと思います。はい。よっぽどのことがない限り、続きは明朝ということで、おそらく、明治停車とか、三宮とか、その辺の映像はないものと思います。おそらくですけどね。そんなわけで、続きは明朝ということでよろしくお願いいたします。ではこんばんは、この辺で失礼いたします。おやすみなさいませ。皆様おはようございます。本日は2020年2月の10日、時刻は朝の6時30分になろうとしております。先ほどおはようございますアナウンスが出てというところですね。ただいま藤沢駅を通過しております。なんか通勤に行く方のが並んでる姿が見えちゃいました。ああいう姿を見るとなんか現実に戻りますねということで、あまりゆっくりしてられないという状況です。はい、先ほどアナウンスがありまして、まもなく横浜とのことです。この街並みは横浜なんでしょうか。はい分かってないですけれど、寒そうですね。なんか外見てるとどんよりとしてます。空が横浜到着ですね。通勤の方々、皆さんコートを着てもうおられるんですね。まだ7時前ですけど、はい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 。これは東海道線のホームですけど、その向こう側の京浜東北線のホームとかはやっぱりこの東海道線よりも人多くおられますね。そうですよね、皆さんこの時間から動き出すんですね。東京は東京はって言い方おかしいか。あ、その向こうの京急か、あれ。そうですね、京急はもうまだ7時前ですけれども結構な混雑ですね。うわーすごいすごい。あ、東京っていう感じですね。うわー、京急はもうビシッと立ってる人もいて、つり革もほぼほぼ埋まって、ほぼほぼじゃないな、もう全部と言っていいですね、埋まって。いや、ビシッと混んでました。いや、まだ7時前ですよ。東京大変。もう少ししたら、チェックアウト時刻ですね。いやー、ホームにこうやってコートって、こう、なんていうんですか、色柄がこう、ダークな感じの、コートをビシッと着て、無表情に並んでるのを見ると、東京だ。はい、現実に引き戻されます。なんか線路が増え出しましたけど、増えてるのか分かれてるのか合流してるのかよく分かりません。
首都圏詳しい方は全部一撃で解説できるんでしょうけど、すいません、私にはよく分かっておりません。はい、ただいま川崎駅を通過。すごいゆっくり走るんですね、横浜とこう東京の間って。これが普通なんですかね。例えば関西のあの京阪神を走る黒潮サンダーバードでは許されないスピードですよね。同じ線路を有名な新快速が走るんで、はい。120キロ、130キロ巡航する新快速、その間を縫って走る黒潮とサンダーバードですからね。はるかもそうですね。だからあのサンダーバードなんか遅れてあの京都に着いた日には大変ですよね。あの遅れたサンダーバードの3分後ろを120キロ、130キロで追いかけてくるみたいな、新快速がみたいな。そんな世界ですからね。あの新快速の止まらない駅とかで待ってて、あ、サンダーバードが通過していったと思ったら、すぐさまその後ろを新快速が追いかけていくっていうのはありましたけれど、ほんと切れ間なく追いかけていくっていうのを見た時はすごいなと思いましたけどね。あ、そんな話をしてたらちょっと速度を上げ始めましたよ。はい。でも新快速ほどじゃないです。はい。一緒にするなっていう説はありますけど、はい。あ、また線路が増えた。品川かな。うわあ、高いビルばっかりです。はい、品川駅通過。品川はなんか閑散としてますね。あ、向こうの方の在来線というか山手線とか京浜東北線の方を見ればいいのかな。ね、成田エクスプレス地下に潜っていきます。というところで間もなく東京ということですね。いや、短かったな。はい、東京駅到着でございます。忘れ物ないようにしないとね。
もうすでにほらもう7時回ったらもう立ってる人がいますよ。あの東京上のライン、上の東京ラインの車内ね、次からもうほぼ全部埋まって立ってる人がいるということですね。はい、到着。じゃあ名残惜しいけど行きますかね。はい、ありがとうございました。チェックアウト、チェックアウト。いや、昨日の朝の佐世保と比べたらもう全然、まあ当たり前か、佐世保と比べたらめちゃくちゃ寒いし、みんなコート着てダークな感じで無表情に電車を待ってますね。はい、じゃあこの後はちょっとトイレ等行って、次の電車上野から乗る電車になりますんで、上野へ移動しようと思います。まあ手段は何でもいいんですけど、山手線でも京浜東北線でも何でもいいんですが、場所がわからない勝って知ったるじゃないですからね、東京駅僕にとっては。トイレ行って、それで早々に上野へ移動したいと思います。ちょっとこの調子だと上野へ行く車内ではカメラ回さないんで、次お会いするのは上野駅という風になると思います。ではとりあえず一旦ここまでとしたいと思います。ありがとうございます。